えーどううもおはようございます5月31日金曜日朝6時の相場解説になります。ま、えー、もなく8時30分から、えー、日本からね材料がちょっと連続して出ます。それもあるんですけども昨日はちょっとね、えー、極めて異常な動きがありました。まあ、原因が全然わからないままここまで来ちゃったんで、えー、様子をねしばらく見てみようかと思います。まあ元々 今日金曜日はそこまでね、無理してトレードする日ではないので、まあ見るのも相場といいますかね、えー、昨日何が起きたのか、ニュースがまだ入ってきてないんで、こちらの方も同時に待っておこうかと思います。えー、全体的な流れとしては、上昇トレンドが継続しているようには見えますね。まあちょっとこの動きがね、下せないなってところはあるんですけども、うん、まあたまにこういうね、えーの、理解不能な動きはあるんですよ。 まあそれはもちろん,、うん、私たちトレーダーが理解できないだけで、もっと何かね、えー、上級トレーダーさんは原因を掴んでるのかもしれませんけども、一応私の方にも何も入ってきてないのと、あと想像もついてないとこですね。なんだろうな。はい。じゃあちょっと4時間の方です。4時間は、ほら、一旦移動平均線を割って下の方に行っちゃった、この山がね、 ちょっと特徴的ですよね。今までなかったような形になりましたね。うん、もしかしたら、ここ頭を打って、これから下落トレンドに入っていくような、そんな変わり目を暗示してるのかもしれないですね。まあでも、こんなのは見たことないですね。はい、じゃあ1時間です。1時間ね。うん。だから1時間を見ると、 ここのをを出しししててていいるところが何箇所もあってあの激値動きをしていたんだなってことがわかるわけですよだから手を出さなくてよかったのはよかったそれは正解なんですけどもなんでこういうことになったのかってことはね全く分かりませんまあ今日は金曜日なんで嵐が過ぎるのを待つ一日にしてもいいのかなと思いますけどねちょっと今のところ言うことが他にありません、うんで まあ少なくとも午前中はちょっと様子を見ておきましょう。うん。ちょっと他に言うことないですわ。はい。それじゃあ本日は以上です。